香川さんの場合最大の問題は本人のイメージがものすごく良くてファン層がやっぱりそのいいイメージでついてた人たちが戻らないと意味がないわけで、うん。<laughs> ずっと仮説としてまだ完全に論証できたわけではないんですけれど。 香川さんみたいな俳優でありながら司会もやられるような方とかいい人でなければいけないみんなが思うようになってしまったのが大きいと思います役者さんが、ね、あんまりパブリックイメージでいい人だと思われるっていうのはねあんまりいいことじゃないんじゃないかと。高木経営に乗り出しすぎなんだだと思う <laughs> 役者のの人はススクリーンの中だけスクリリーーンン中け あの素晴らしい役者なんだけどそこ一歩外れたらむちゃくちゃっていう人になったらいいんだけどところが今そのスクリーン外れてもコメンテーターやったり<う>司会をやったり<う>審査員やったりそういうことするから何か起こすともう全部ダメになっちゃう。